ワールド、ベースボール、クラシック世界一奪還への、5か条とは、監督采配、日本人大リーガーの参加、大谷の二刀流、2017年3月、第4回ワールド、ベースボール、クラシックが開催される、第3回大会で優勝を逃した後、日本野球機構は、野球日本代表、侍ジャパン、を常設化し、毎年、強化試合を開催するなど、準備を重ねてきた、日本ハムの大谷翔平の起用法や、日本人大リーガー参加の有無、監督の采配など、乗り越えるべき課題は多い。侍ジャパンの世界一奪還に、必要な5条件を検証した。1、日本人、大リーガーの参加。前回の第3回大会は、日本プロ野球所属の、国内組、で臨み、準決勝敗退。日本人大リーガーの不在は、3大会連続の世界一を逃した、要因の一つに挙げられた。今大会は、他国の有力な、大リーガーが続々と参加を、表明している、ライバル国の、選手の特徴を把握し、ワールド、ベースボール、クラシックで使用される、メジャーリーグ、公式球の扱い方を、アドバイスできる、日本人大リーガーの、参加を望む声は大きい。日本代表の小久保裕紀監督も、米大リーグの、メンバーの中で、戦っている選手が、チームには必要、と話しており、8月に渡米し、イチローやダルビッシュ有、らと直接会って、意思などを確認した。ただ、移籍先が決まっていない、故障を抱えている、などの事情で、出場が難しい選手は多い。アストロズの青木宣親は、参加を表明したが、カブスに移籍した上原浩二は、球団の意向で出場を辞退。ヤンキースの田中将大らの、名前が取り沙汰されているが、参加は不透明だ。2、大谷の二刀流、投手と野手の両方をこなす。二刀流の大谷、11月10から13日に行われた、メキシコ、オランダの両代表と、の強化試合で、大谷は、打者、として出場した。代打で出場した1戦目の、国際大会初打席こそ、三振に終わったが、2戦目以降は存在感を、存分に見せつけた。指名打者で出場した。2戦目は、同点の5回に、内野安打で出塁し、直後に盗塁を決めるなど、足でバッテリーをかき回して、無安打で勝ち越し点を奪った。3戦目は、4点リードされた5回、スタンド上段へと飛び込む、特大ソロを放ち、そこから、チームは逆転。4戦目は、6点リードされ、敗戦ムードが漂っていた7回に、代打で出場し、天井に覆われた、布の隙間へと入り込む大飛球。判定は二塁打、を放ち、球場の雰囲気を一変させた。チームはこの回に、同点に追いつき、最後は、延長の末、勝利を収めた。強化試合は3勝1敗で、終えたが、勝ち試合は、いずれも大谷の打撃が、起点となって、勝利につながった。大谷のワールド、ベースボール、クラシック、での起用法について、小久保監督は、基本は投手、と明言しているが、想像を超える活躍に、打線に入ると、点が、入りそうな雰囲気があった。今回の活躍は、全く、嬉しくない、悩みしかない、と頭を抱えた、日本ハムの、栗山英樹監督は大谷の、二刀流、での出場に、難色を示している、打者での起用の可能性は、限りなく低そうだが、強化試合を見る限り、大谷不在の打線の、迫力不足は否めない。3、4番へのこだわりを、捨てられるか、11月の強化試合の、全試合で4番に座ったのは、中田翔。5番には、DeNA の、筒香聡が入り、小久保監督は、本番で4番に入るのは、彼らのどちらか、と話している。強化試合で中田は、打率、
1割8分2厘と、振るわなかった。外国人の投手は、テイクバックが小さく、微妙に動く球を、投げる特徴がある。日本代表の、稲葉敦樹打撃コーチは、中田の、ゆったりした打撃だと、タイミングが合わない、と指摘しており、ワールド、ベースボール、クラシック、に合わせ、フォームの改造を、行っている段階だ。一方、筒香は打率、3割8厘と好調で、飛距離が出にくいとされる、ワールド、ベースボール、クラシック公式球にも、しっかりと対応していた。小久保監督は、初采配を振るった、13年11月の台湾との、強化試合から、流れを変える長打力を、持っている選手、中心に座ってもらいたい、と、右の大砲の中田に、期待を寄せてきた。ただ、15年11月の、野球の国際大会、プレミア12、では、大会途中から4番に筒香、5番に中田が入り、打線が機能している。本番では、4番右打ち、のこだわりを捨て、本当に調子のいい打者を、4番に据える柔軟な、対応ができるかが鍵となる。4、バッテリーの強化。11月の強化試合で、投手陣は4試合で、計29失点と散々な内容だった。縫い目が高く、滑りやすい。ワールド、ベースボール、クラシック公式球の影響で、投手陣は、ストライクが取れるか不安、変化球がどこに行くか、わからない、など、制球が定まらず、対応に苦慮していた。シーズン終了直後で、ワールド、ベースボール、クラシック、公式球での練習時間が十分に、取れなかったと反映、日本代表と名乗るには、物足りない内容だった。小久保監督が、投手陣の柱、として考えている大谷や、巨人の菅野智之が、この強化試合で、ワールド、ベースボール、クラシック公式球での、登板経験を、詰めなかったことも、不安要素として挙げられる。正捕手も決定していない、楽天の島本博、巨人の小林誠司、日本ハムの大野翔太の、3人が中心になる予定だが、強化試合では、ワンバウンドの球を、後ろに反らし、ピンチを広げる場面が、何度もあった。小久保監督は、バッテリーを中心とした、投手力を日本の、強みに挙げているが、強化試合を見る限り、ほど遠いチームだった。残り数ヶ月で投手陣が、ワールド、ベースボール、クラシック公式級に対応し、頼れる司令塔を、立てられるかが勝負となる。5、監督采配。プレミア12の、準決勝の韓国戦、3点リードして迎えた。9回、明らかな継投ミスで、逆転負けを喫した。小久保監督は、あの悔しさは、忘れる日はない、と、語っているが、指揮経験の少なさは、不安要素の一つでもある。小久保監督は13年10月、代表監督に就任したが、それまで監督としての、経験はなかった。日本プロ野球では、オフに強化試合を開催し、采配を振るう場を、作ってきたが、実戦経験が、不足しているのは否めない。二軍の試合などで、指揮を取る案なども、浮上してはいたが、実現はしなかった。投手コーチは、今年3月に行われた、台湾との強化試合から、香取吉隆氏から、近藤博史氏へと交代した。と反映、小久保監督は、投手起用の、最終決断は私、と、話している。本番では、プレミア12、での、失敗を糧にした、確実な采配を期待したい。ワールド、ベースボール、クラシックの日程はタイト。投手の起用法が重要。先発8人、中継ぎ、抑え5人と、思っていたが、野手を削って、中継ぎを、1枠増やした方が、いいんじゃないか、という気は、しています。代表選手には、左
日の丸を背負う責任感、使命感がある顔一番確認したかった。成績が良ければサラリーが上がる世界で侍の舞台に出るリスクはある。それを承知で野球界の発展のために行動に移せる選手たちを集めて戦う。